株式会社白源は、かつて防虫剤、脱臭剤、化粧品、殺虫剤などを製造販売していた総合日用品メーカーである。創業者の鎌田泉が1923年に、自らの経営により、防虫剤、防臭剤の製造販売を開始する。1950年に株式会社へ改祖すると、後に1953年に、蛍光染料、 白玄を発売。これが同社の看板商品となったことで、さらに科学技術を進め、防虫防臭方面に拡大を続けていく。1972年には液体靴下止め、ソックタッチを発売。これを機に社名を現在の白玄に解消する。パラジクロルベンゼン系服用防虫剤、パラゾールをはじめ、冷蔵庫用脱臭剤、ノンスメル。 使い捨て回路、北イロ、ピレスロイド系服用防虫剤、ミセスロイド、ホレマクラ、アイスノンなど行の長いヒット商品が多く、業界屈指のロングセラーメーカーとして知られていた。また、2001年より、対象製薬からの商標対応によって、殺虫剤事業に参入しているほか、キング科学やオオミを参加に収めたことで、快適ガードプロやバスキングをはじめとする衛生用品、 入浴剤事業にも参入した。その後は、他社との競合激化などから、資金負担が重い回路事業を講和に売却したほか、住友科学に対し第三者割当て増資を実施するなどして、経営改善に努めてきたが、四代目社長のかまた、誠が主導した、押し込み販売などからなるずさんな経理状況が明らかとなり、金融機関との協議が決裂。 2014年5月29日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。これにより創業家出身の鎌田誠社長は隕石辞任した。子会社のうち、大見とコットンラボの2社の株式は、大蔵が同年6月30日に、コットンラボが同年8月21日に、それぞれ丸3産業へ上とされ、同時にグループから離脱した。 民事再生スポンサー入札には同業のアース製薬や ST テーの他にも投資ファンドも入札したが ST は最終入札には参加しなかった二千十四年七月三十一日に民事再生スポンサーの選定先が発表されアース製薬を民事再生スポンサーに選定すると同時に白元がアース製薬に白元の全事業を七十五億円で譲渡する契約を 締結した。アース製薬は8月5日に、白源の受け皿となる完全子会社、白源アース株式会社を設立した。2014年9月1日付で、白源は、白源アースへ、白源の全事業と従業員347名、5つの工場、有形固定資産、無形固定資産、知的財産、子会社株式、売掛金、買掛金、 棚卸しなどの資産や負債を譲渡したと同時に、ゴキブリゾロゾロなどの一部製品の製造も終了した。子会社のうち、株式会社マザーズ、香港白原有限講師、白原家庭用品有限講師に関しては、白原アースへ譲渡されたが、ユニ、キング・オブ・ハワイ、インクに関しては、白原アースへ譲渡されなかった。事業譲渡手続き終了後も白源は、生産手続きを進め、 2016年9月30日に生存手続きが決了し、法人格が消滅した。in、大見製造品星印、キューキング科学製造品。ありがとうございます。